皆さんおはようございます通信の方もおはようございます、えー、2010年度マラソンセミナー一般常識を担当させていただきます天野知恵一と申します、えー、4日間よろしくお願いいたします、えー、さて早速なんですけどもこの一般常識、えー、日本地理ですとかあるいは日本歴史と違ってその何をやっていいのかわからないと常識って言ったってその 先生何勉強したらいいんですか逆に私、こういうふうにお答えしていますいやそのこれとこれとこれを覚えればいいんですよというのが分かっちゃえば一般常識もう半分ぐらいできたと同じなんですよそこが地理や歴史と違ってえ何をしたらいいかってところから考えなきゃいけないんですというところがその難しいところかと思います。で常識なんて言葉え常識自信ありますかってなかなかえ私もぎくっとしたりするんですけれども 工事で調べますとですね常識普通、一般人が持ちまた持っているべき知識専門的知識でない一般的知識それとともに理解力、判断力、資料、分別などを含むなんて書いてありましたいやますますわからないそれが常識その常識ってのにまた一般ってついてますからどうしたらいいんだろうとまずですねえ今日の第1回目。 その第一言ですけど、このあたりから行きたいと思います。その範囲ってどういうところなんだ。何が出されるんだと。無駄なことしたくないから、そのえ何と何と何をやったらいいのかまず知りたいなとこのあたりからでございます。えー、今日付の前のこのテキスト、本年度版のテキストとですね。で一枚こういったあの去年の本試験の問題です。後ほどこれを使っ こういうふうに聞いてくるのかってあたりを一緒に検証させていただきたいと思いますそしてもう一つはマスターテキストといいましょうかこのマラソンセミナーのテキストもございますこれを全部使ってですねお話しさしげたいと思いますではまず本年度版のテキストの1ページ目をお分けくださいそうすると出てまいりましたのが 出題傾向と対策についてまずは、はいえー、お話を差し上げようと思っております、これはです、ね、2006年の4月に当局が発表いたしました、今からもう4年前です、こういう形で出しますよ、ガイドラインでございます、一般常識についての通訳案内試,試験、ガイドライン。はい 試験方法についてはこうやってやりますよですね、こういうふうに、えー、書いてありますじゃあ1番からちょっとお読み上げしますですよ試験時間は40分とし問題の数を40問程度とするですから1分で1問やってもいですええー、1分で1問足りなくならないかしら時間だい大体見てますと時間が足りなくなるってことはあんま,まりないようですね、えー、試験会場とか毎年毎年行きますんですか 途中で出てくる方いらっしゃいますけどもいやー時間が足りなくてって声はあまりお聞きいたしません。で下をご覧ください2009年度こういうガイドラインで実際はどうだったのかというのが下の1に書いてあるんですけれども問題数は39問とほぼガイドライン通りであったこうしますよっていうこの目標ガイドラインと現実、ここはずれずに39問だったわけです。あそうかとですね で2番、きますよこのまた上ご覧いただいて回答方法は選択式マークシート方式とするそうですですからあの、必ず答えあります外国語と違って必ず答えが4つのうち1つありますからこれって選べなくてもこれじゃないなって消去法でやっていただいても結構ですなんか印象に残ってんなってのを選んでいただければ意外と当たるかもしれない。えー、大事なのは 鉛筆できちんと塗っていただく。午前中のあの試験はあの。シャッペンとかでも結構なんですよ。ところがこのマークシートについては。まあ B. とか2 B. とか割とですね。柔らかめの鉛筆でこう。ちょっと塗っていただいて。で大事なのは間違えちゃった時にきちんと消せるか。えー、細かい話で、ね、あの恐縮なんですけれども。消しゴムをあのプラスチック用のいい消しゴムを持ってっていただく。一つじゃダメですよ。 としちゃったて大パニックになっちゃいますから、えー、ですよね、どうしようと、えー、ですから、あのー、3つ4つ持ってっていただくプラスチック用のやつを3つ4つ買わなくていいんですよ、1つのやつをですねそんなことしちゃいけないって小学校の時に言われたんですけど今回だけは消しゴムさんごめんなさいねって3つ4つ切っていただいてエッジが立つじゃないですか角ばってそこでこう消すとパッと消えるとぎーって一瞬回るだけで マーークシートの機械ってそれで終わりなんですよ左から右にグーって一瞬こうマークしトが終わってビーって出てでシートがおかしいとはじかれちゃうんですあれ見に行ったことあるんですよですから1年間の努力がビーってこれ終わりですからねですから名前書き忘れたったらもうそれで終わりなんですですから、あのー、特に最近のはこうマークがよく読み取るようになってますから消しゴムは3つ4つ必ずご用意ください、はい、ということでございます。 3番いきましょう極端な難問とされるような問題を避け,避け現代の日本のあ出てきましたね産業、経済、政治及び文化についての主,や主要な事柄、はい、ちょっとこう来す主要な事柄日本と世界との関わりを含むこれも地理歴史と違いますですよね。 日本はあの地理は日本地理、えー、歴史だって日本歴史ですから世界のことやっちゃったらあの世界地図とか世界史になっちゃうわけですここは違うわけですで主要な事柄って何だろうあとでちょっとこれはまた検証したいと思いますが訪日外国人旅行者の関心の強いものここもうちょっとラインマー化してください訪日外国人旅行者の関心の強いものに関する知識を問うものとする、えー、ですからですね 研究者とか学者の方を対象にしません日本にご,ご旅行に来ていただいた普通の方ですですから日本について知りたくなるところなんでそうなんですかって知りたくなっちゃうところ 日本ってこの前の戦争負けたんですよね、負けて焼け野原になっちゃったのになんで今、こんなにビルが建っちゃってなんでこうなっちゃったんですか、なぜですかってこういうあたりやっぱり聞きたくなるんでしょう、こういうような切り口でございます、ですからあの専門的なことじゃないです、マクロ経済的に言ってこの今の経済の繁栄ってどういうことになる、そんなことは誰も聞かないわけですよね、旅行者の方、一般の方。ででですすから浅く広く広いいんですよ じゃあ下ちょっとご覧くださいその結果どうだったのか極端な難問とされるような問題が避けますって書いてあったんですけれども去年15点ほど出題されましたですからこれはまあ誰も解けないだろうと思うん,なんですあとでどれかってこれをご紹介しますのでですからくじけちゃだめってことなんです絶対15点くらい出ますよと08年は26点分くらい出たんです。 4分の1はもうどう考えてもこれできないでしょう、07年も16点ぐらい出たんです、ですからだいたい15点から20点分ぐらいは誰が解いたってこれできないでしょうって問題が出されますよということなんです。それ理由はです、ね、あの60点平均点というふうに作ってくださいってなったんですご承知のように60点取れば合格ですよってことになっているんです。 ですがあの去年の地理のように4 5五6点ってこともあれば一昔前の歴史のように70点取ってもまだだめだったってこともあれば結構作るの難しいようなんです一般常識は大体いい60点取れば OK ですね。去年どうですから問題作成者が60点平均で作ってくださいよってことですよ。 85点から上は取れないようにもう最初からもカットしちゃうんです。満点取られたら悔しいとかそういうことはちょっと置いといておいて15点取れない問題にしちゃえばですからまあマークシートですから20点ぐらいは誰でも勘でできちゃうだろうですから20点から80点ぐらいのレンジっていうふうに定めてしまえばまあ平均点60点ぐらいになるんじゃないかという問題作成上の技術だと思います。ですから 私たちとしてはその誰もができない問題を追っかけないこれはこれでいいじゃないかとで、現場でですね出てきた時も慌てない引きずらないということでございますですね。これ後でこれ見てみますね先ほど申し上げたそしてですね三番その、えー、上ちょっと行きましょうかね内容は高校の現代社会の教科書をベースにし 新聞一般紙に掲載されているような最近の時事問題を加味する、えー、高校の現代社会の教科書というのはこういう教科書でして何冊もあります後でこでご覧いただいてもいいんですが政治経済じゃないんですよ政治経済って大学入試にあったよねあれじゃ難しすぎちゃいますあれじゃ専門すぎちゃいますまた範囲がちょっとあれでは足りないということでこれをベースにということはですね使えますのはこの「目次」。 この目次の範囲を最大限の範囲としますってこういう読み方でいいと思うんですいろんなものが書いてあるんですよですからこの範囲この目次の範囲の中から出る可能性はありますよってこういうふうに宣言してるんです広すぎちゃってそれでもあんまりって感じがあるんですけれども、えー、いやそれは分かったとで新聞に掲載されているような最近の新聞は一般紙ですから あのじゃあ放置は一般紙なのかあのスポーツ紙なのかっていう、まあ、この問題はまた別にしまして、えー、巨人軍の話がいっぱい入ってますがちょっとスポーツ紙デイリースポーツはあの阪神の話がですからそうじゃなくてそのどれででも結構です普通の一般紙に掲載されているようなってことは翻訳しますと日本国中の人が誰もが認識するような人の口に上ったようなみんながあ,あそうかというふうに。 誰もが知っているるような最近の時事問題を加味するこれが一般常識独特の部分で気になりますのは最近っていつだよと最近っていつのことなのいやそれは去年、まあ、今年8月29日ってこう決まりました去年も8月の末でしただから去年の9月から今年の8月末までの間が最近ってことええー、これあとで解き明かしますので。ここまでの ことですよっていうことをこれ申し上げます,すね。そうしますと今度。そうですね。三番、三番いきますよ。下の三番です。出題内容のうち高校生用の教科書。 その新現代社会に記載されているものは30点程度ですから先ほど、あ一見なこういう教科書を知らなかったじゃあ私、これ一からやんなきゃこれ全部今からやっていただいたそんな時間ないですけどこれ全部やって読んで内容を理解していただいても30点分しか出ないんですよ範囲はこの中ですけどもこれじゃあちょっと30点分しか答えは入ってないんです。 新聞に掲載されているような最近の時事問題を加味した問題が18点程度だった18点程度じゃああんまり時事問題って出ないのかしら出る年もありましたですねえー、23年前は結構出た年もありましたですけれどもまあここのところで20点ぐらいとですねじゃあ今度は上行きます5番毎年の出題レベルをできる限り同じにするため 平均点が60点程度となるような室内に努めると書いてございますで、去年は55点から57点程度が合格点だったと思います一昨年は55点あれば大丈夫だったかと思いますですから60点取ればまあ大丈夫一般常識についてはあんまり合格点が上がり下がりっていうのがないというところでもございますねで、下の4番です 出題内容をジャンル別に分類すると産業、経済これで50点政治あとその残りが政治と文化これで50点ということなんですけどもうちょっとこれが分かれておりまして去年、政治で22点環境これがあの政治に入れていいのか産業に入れていいのか両方かぶりますので環境として8点人口生活で4点文化で16点。 文化は08年で32点出たんですが去年は16点こういう構成でした。さあということで、えー、問題を作ってくださる、まあ、当局からするとこういうふうに作りますで去年はこうでしたというのはこの分析した結果なんですけどもいまいちちょっとよくわからないですね。というわけでここから、はい、去年の問題を。 白い紙1枚プリントでご用意させていただきましたこれを使ってですねこの問題って一体どこからこの問題が出てきたのか何を勉強したらいいのかというこの傾向をもうちょっと見てみたいと思いますそこでですね、はいえー、マラソンセミナーのこのマスターテキストのこちらも一緒に使っていきたいと思うんですけども2ページ、3ページをお分けください。 2008, 7, 6, 5, 4, 3とこういうふうに表が出てきましたさあ一緒にちょっと手作業をお願いしたいと思うんですけれども過去の出題例去年の問題ってルーツはどこにあったんだろうとじゃあ何を勉強したらいいんだろうということでまあ出題の形をですね 相手の姿をぼんやりとでいいですから、捉えていきたいと思います。あ、こういうことを勉強すれば、今年も。間に合うんじゃないのってことを、去年を例にして、ちょっとやってみたいと思います。では、参りますですよ。よろしいですか。そう、去年の一番の、その一、問題解きませんですかね。問題解いてる時間ございませんか、ら去年の問題の一番、はい。問いの一、ちょっとご覧いただきましょう。 2008年の7月北海道洞爺湖町で開催された主要国首脳会議を契機に北海道の農産物が海外に紹介された何をグダグダそんなに読んでるんだここですね実はこの問題の入り方が年の大門の大と全く同じなんですよつまりこの去年の問題のこの部分っていうのはその前の年の大門の2。 ちょっとおいにしますけど2008年7月に主要国主要会議が開かれた北海道では地域ごとにさまざまな産業が発達してきたっていうのが2008年の大物になんです全く文句も同じってのはなんか参考にして2009年の問題は2008年それを参考にして作りなさいってなんか言われて誰かに気兼ねしてるかのような感じも受けるぐらいです。 で聞かれているのは生産されたお米ここラインマーカーカお願いします2行目の2008年度に生産されたお米ということはものの生産されたものについて聞かれているさあ、ここで,です、ね、2006年の2ページですよ2006年のここにラインマーカーしていただきたいんですけども2006年の上から3行目。 醤油の主要産地主要産地ここラインマーカーですそうかものの産地については前に出てるんだ2006年はお醤油そしてその下ご覧いただきますと青酒が出てるえってことは去年がそれがお米になってさあこういうとこですよということはだよものの主要産地って聞かれるんじゃないか 今まで醤油が出て酒が出てお米が出ただったらってどう思われますあとは味噌かないや醤油かな焼酎だってありかなってこういうふうに考えていただくわけですそれやるんだろうなってやりますよそれも3回目の授業の中でこの辺り取り扱いさせていただきます続いて問いの2いきますよ完全失業率 完全失業率。はい。ここだけラインマーカーしていただきます。ですから、勉強していただくのは、完全失業率。これ、05年のところをご覧ください。05年の一番上。 いいですか。三ページですよ。マスターテキストの三ページの一番上。二千五年のところに出てます。完全失業率っていうのが二千五年に出た。それが全く同じものをまた出されてるわけです。今度三番いきますよ。当、いやいや。二千十六年夏季オリンピックの開催候補都市。夏季オリンピック。 ですね、今年はあの2010年がバンクーバーがあったんでですがこれ夏季のことです2006年ってところをご覧くださいこれも下の方です文化のところ一番下の四角の真ん中冬季オリンピックと夏季オリンピックの開催地って出てますね少し読めてきましたなんだ今まで出てる問題が 問題ソースは同じじゃないかこの年はトリノオリンピックが開催ということでオリンピックのことが出されているとさあもうちょっと進めますよ今度は問いの4です一番右あたり米国の証券会社米国の証券会社この名前を聞いてるんですが実際はこれサブプライム問題についての出題です。サブプライム問題題についての出題 これは時事問題ですこれが時事問題の一つですから時事問題なんか星印かなんかしておいていただきますとこれが時事的問題で去年出たものじゃあこれはどこにルーツがあるかと言いますと、はい、2008年上から12345つ目のこのダイヤモンド印サブプライムローン問題でございます。 2年続けててここが聞かれている今年もこの流れはまだ止まらないんじゃないかとこう思いますね。続いて問いの51980年後半日本は好景気これバブルのこれここまでラインマーカーです1980年後半日本は後継期バブルの話これは前にどこで出てたのかと言いますと06年。 2006年、上の括弧の一番上のこの四角の中の一番下でございます4つありますけども一番下の4つ目産業経済のブロックですよ戦後日本経済の動き1985年プラザ行為まあ日本経済の動きこれだけです日本経済の動きそしてその下2つ下ってくださいバブルってあります。バブル これでございます前出た問題がまた出てるんですかとこういうことですね続いて問いの61行目の英国のの後ろ中央銀行中央銀行ラインマーカーその下の行です政策ってあります政策を何というか中央銀行そして政策つまり ある国のの中央銀行の政策を聞いてます日本で言えば日本の中央銀行は日本銀行ですこれは2008年のところをご覧ください2008年の産業経済一番上の四角の中の真ん中あたりサブプライムの下の下です1234567つ目日本銀行の役割ありますね 前の総裁の名前もってなってますね、これが去年はこの中央銀行の政策、そして問いの7、中央銀行の役割、そしてその議長の名前ですから、 2008年は日本銀行の役割とその総裁名2009年はイギリスの中央銀行の政策とアメリカの中央銀行の役割とその議長の名前こんなふうにちょっとずらして出てますね。ですからもう分かりのようにじゃあ中央銀行の役割をやっとけばいいんだ 日本銀行の役割ってやりますかやりりまますすか、えー、次回ですけれども確実にこれやらせていただきますこういうふうにちょっとずらして出題ソースがもとにあるんだけどもということですね続いて8番不況時不況時には政府は財政金融政策により有効需要不況時有効需要これどこかと言いますと これはですねサブプライムローン問題という先ほどもラインマーカーしていただきましたけれどもこれサブプライムローン関連なんですこれもサブプライムローン関連のサブプライムローンでどうしようというときにこの不況時っていうのは今の話その関連なんですで、2000えー、失礼、次の9番2008年10月にある はい、2008年10月といのをちょっと注意してください10月のことが今、聞かれてるんだな企業の創業者企業の創業者を聞かれていますこれは時事問題、星印時事問題です。時事問題じゃあこれは何を勉強すればいいかと言いますと2006年の先ほどちょっとラインマーカーしていただいた 戦後日本経済の動きという中でこういう日本の企業は出てきますので戦後日本経済の動きってのをやっていけばこの辺りはカバーできます。ですね。じゃあ今度は2番いきますよ。問いのに大門の2これは何の問題かと言いますと1行目訪日外国人客云々とって書いてあります。 そして1行目の最後に「あ」が開催された1970年ってちなみに書いてありますねこの「あ」は大阪万博なんですけどもずばりこの「大門」の「には戦後の産業経済史日本の戦後の産業経済史プラス観光なんですプラス観光を聞かれてます。さっきの大戦までは日本 歴史の範囲で聞かれます。ただし戦後から今この戦後の歴史、これは細かく歴史だけじゃなく産業経済政治全部これは一般常識で聞かれるんです。毎年出ていると言ってもいいかと思います。豊ノ内の大阪万博なんですが、豊ノ内いいですか？これはゼロ八年の ここでもう一度出てるんです、上から三行目大阪万博の開催時期ここもちょっとラインマックス2008年で同じ問題が聞かれたってことってそういうことですそういうことあるんだってあるんです。問いのにこれはプラザ合意というものなんですが、はい、2006年の一番、えー、一上の資格の産業経済の資格の4つ目。 先ほど日本経済の動きその次にプラザ合意ってあります2006年にも同じ問題が聞かれました問いの3はこれ初めてこれは今までに出たことがない問題でしたアジアの通貨危機器の問題問いの,の4から問いの5問いの6この3つは観光についての問題ですが 2007年,2007年の産業経済の上から123456つ目訪日外国人旅行者数の国、地域別、順位全く同じ問題です。2007年の上から 1, 2, 3, 4, 5, 6つ目 訪日外国人旅行者数の国地域別順位全く同じ問題出てるんですただし問いの6は新しいものですから2008年のこれはそうなんですえ自説柄という時事的な問題というふうに問いの6は考えていいと思います大問の3これも観光についての問題 観光についての問題でどうしてこれが出てきたかというと問題の3のところご覧ください一番最後にこう書いてあります2008年に観光庁が創設されたということがありましたので去年はこれ絡みの問題が時事問題として出てきてます観光については去年いっぱい出ました今年も観光はまた出るだろうと思っていいと思います ね。さて、えー、今の三番のところなんですが実は回答が四でして四の右が一番右にこう書いてあります労働者一人平均の年次有給休,休暇ってあるんです年次有給休,休暇このあたりが、えー、実は回答のもとでございましたですからこれ観光の問題って書いてありますが 労働問題がまあ回答ののための知識だ労働問題ってやるんですかってこれもやりますですから観光って見えてますが労働問題について分かってる方はこれ解けましたってことだったんですでは4番いきます大門の4も同じく観光1行目に観光を通じての観光ラインマーカーしていただきまして1行目の一番最後 国際機関ってあります。これが目の付けどころなんです。四番が答えだったんですが、千九百七十五年に設立され、二千三年に国際連合の専門機関。はい、これって目をつけなきゃいけません。国際連合についてってえ出てくるかもしれないんだ。 これ、お初でございます。これはちょっと初めて出てきた問題でした。ですが、国際連合については、次回、国際社会というところできちんとやっていきますので、ご心配なく。じゃあ、今度、ページをめくっていただき、今度は5番でございます。5番。これはもうご覧いただいてお分かりのように、選挙でございます。1行目の一番右の方に、A 年、そして B 年の右に、選挙ってあります。 選挙絡みの問題なぜ去年去年は大きな選挙がありましたじゃあ今年も出るのかもしれないなって今年も出そうでございますじゃあこれって今まで出たことがあるんですかございます07年の政治というところをご覧ください07年の政治の2つ目に衆議院参議院議員の定数と任期っていうのが出てるんです。 それをちょっと今度は議員の任期とかということで少し変えてますけども同じような問題でましたそしてですね問題の第二段落にまた日本の地方公共団体の抱える問題点として財源問題というのもちょっとラインマーカーしてください。ここも またた出そうな気がいたんですここはこのあとすぐ今日の午前中にこれをやらせていただくところです問いの3にバッテンつけてくださいこれですこれがまずできない問題誰に聞いてもできない問題この2点はいいですよこの問いの3は結構ですバッテンつけておいてください大問の61行目に「人口は?」ってあるんです日本の人口は この人口にラインマーカー次の行のその真下最も多い国籍は人口とか国籍について聞きましたそして問いの3はできない問題これも抜点しておいてください抜点しておいてくださいこんな難しい問題人口については2006年真ん中の政治というところの2つ目です 真ん中の政治の2つ目都道府県市町村の人口ベスト3今までは都道府県市町村で聞かれたんですが去年は国籍という人口になってるわけですさああとちょっとだけです。大のののこれは環環境境ににつついいてて問問題題です環境についての問題 環境は実は05年に大きく出ました05年の一番上の産業経済の2つ目のこの星印ダイヤモンドですここが経済と環境問題ものすごく配点高く出ましたそれと同じようなことがまた出されていますで問いの3 大門7の問いの3はこれは時事問題です2008年の開催国はどこですかこれは時事問題になっています大門8日本では急速な高齢化が始まる高齢化の問題、えー、これは問いの1しかありませんがこれ抜点してくださいこれ非常に難しかったこれ誰もできません じゃあこの問題と同じような問題はいつ出たんでしょうか2008年の政治の下から3つ目住民移動により人口が増加した県減少した県これが同じような問題なんです08年も難しかったですが09年もこれはできない問題じゃあ大問の9です日本で盛んなスポーツ、はい、スポーツの問題 年にも出ました下から2つ目国内で最も行われているスポーツ国内で最も行われているスポーツ出ました問1問2問3ですが9の問3この空欄 C これはツの問題、えー、しかも時事問題でした女性プロ野球選手のについてなんですこれツの問題ちょっとできません で最後の大門の銃ですが、芥川賞について聞かれています。芥川賞なんて聞くんですか。はい、ゼロ六年ご覧ください。ゼロ六年の文化のところ二ページですよ。ゼロ六年の文化のですか三つ目の一番上直木賞と受賞作品ってあります。そうかと。直木賞が出たら今度はその もう一つの書の芥川賞が出たんだと次11番これが最後でしたね11番初めてです、えー、これは両方とも××これは両方できなくても結構春の七草とか俳句とかというこういう問題実は2008年に「三席の歌」という和歌が出ました2008年は文化の一番下 一番下に三石の歌ってて書いてますこれ和歌です2009年はそれが俳句になったあるいは春の七草これ両方ともできなくていい問題ですというわけで罰がいくつかついたと思いますこれはできなくてもいい問題そしてどうですか2008765までですが皆さんの2ページと3ページの「 ラインマーカーの跡を見ていただきますとあこれが去年出たその元なのかってお分かりいただけると思います何でこんなことを今申し上げたのかといいますとちょっとそのからくりがありますのでそれをご紹介したいと思いますそうしたらですね、えー、もう一度今年のテキストの次のページ3ページをご覧いただきます。 2009年は範囲がわーっと広がってますですよね範囲が広がってますポン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 と黒い、えー、ぼっちがですね広がってますですけれどもなんでこうなったんだろうというこれですはい。去年は今までと違ってある試みが初めて行われた年でした何かと言いますと今までこの問題は人と 日本政府観光局そちらが作ってたんですところが去年から初めて民間委託をすることになりましたですから民間である方が問題を作った初めての年だったんです今こういう資料があります民間に委託する時っていうのは民間の人たちに入札してもらった その中で一番安い値段でやりますといったところに政府はその入札するわけですね。でその時にどういう仕事かっていうのをきちんと伝えませんと入札できないんでこういうホームページにこんなも載ってましたちょっとお読み上げしますよ筆記試験問題案の作成民間事業者は通訳案内士試,試験ガイドラインに基づき外国語 日本地理日本歴史並びに産業経済政治および文化に関する一般常識の筆記試験問題案を3月末までに作成し機構に提出することなお外国語筆記試験の中国語については反対字および簡単字の2種類を作成すること提出された筆記試験問題案については筆記試験委員および機構が審査し 必要に応じて民間事業者に作り直し等を求めるので民間事業者はこれに応じること筆記試験問題案は1台を数パターン作成するものとする筆記試験委員は4月末までに筆記試験問題案を最終的に確定する筆記試験問題案確定後民間事業者は筆記試験問題の印刷原稿の作成を行うこと もういつまで勉強したらいいか分かっちゃいますよねなんだ三月末までに作るのかよともう今のこと新聞読んだってもう手遅れじゃないよってそういうことになります,ですよね三月末までに作って持ってこいよ不備があったら作り直しを命ずるからよろしいなだから数パターン作ってこいよ どどううしししててもおかしかっったら作り直しって言うけどねまあないと思いますですから3月末までに起こった日本の中で起きた事柄について出されるんだってことです去年初めてでしたから今までの問題を全部見てその中で作った人が変わったってわからないような作り方してねって当然こう言われたんだと思うんですね。 ですから去年の作成者は2006、7、82005年のものを含めて全部、まんべんなくまるでレコードいや、今 CD ですかベストヒット版のような形で去年の問題を作ったってことが今、皆さん手元の資料からもそうだなとわ分かりできますそうすると今年も同じだと思うんですよ作り方は。 とということは今までのこの範囲今まで出題された範囲の中でじゃあ去年と同じようなものを2割ぐらい同じ答えがあってもいいけども今まで出た範囲の中でちょっと手を変え品を変え出題ソースは同じだけれども同じだけれどもちょっと答えが違うような作りをしてくるじゃないかな今まで見たこともないような問題出したなんでこんな,こんな問題出すんだなんて言われたら困るしな とといいいうことじゃないかと思いますです,、ね、ですからそうかとこの範囲というふうに考えてまた出そうなところを重点的にやっていけばいいんだなという傾向は少し、まあ、見えてきたかなと思います。さあそこでです、えー、3ページですが本書および講義の特徴、はい、ここを申し上げます。補足資料は 2010年度受験のための最新必須項目としました補足資料というのは今お手元に開いていただいておりますこのテキストのことですね昨年度の昨年来の日本の政治上の改革は政権交代鳩山内閣の予算として補足をいたしましたはいここまあ一番新しいところですので。 政治経済では、経済産業では失礼、共通する項目として最近の取材傾向から観光政策を追記した。多分今年も観光について出てくるだろうと思います。ですからこれは一つ項目として挙げまして、出そうなところ、これを次回ですがやっていこうと思います。 2009年度はガイドラインにある新聞に掲載されているような最近の時事問題これ、最近というのは3月の末までなんだってはもう分かりましたがこれが2008年同様少なかったが2007年度並みに戻る2007年度はどういうわけか6割程度それに絡んだものが出てきたですから、今年ももしかしたらまた時事絡みが増えるかもしれない。特に 2008年以来重大問題となっている経済・金融の関連問題はこれ、世界的に当分続くって言われてます8月から9月になって急に景気よくなっててちょっとこれは考えられないんですねですからまた出そうだろうサブプライム絡みは出そうだろうと読んでこのことについてもしっかりと講義はさせていただきます予想問題は最近の出題傾向に沿って90問追加いたしました。 作るのは私2月3月あえてこの時期に作りました作成者出題者が多分作ってんだろうなどういうことを気にしてるかな新聞だったらこの辺読んでんじゃないかななんてことを私も同じ目線で2月3月に90問作ってございます2010年度の予想問題の前半の55問これは補足資料の各項目終了時に回答し理解を深める目的で利用する、えー、ですから新しいこと もうこのあとすぐに政権交代あるいは鳩山内閣の予算案とやらせていただきますがそしたらもう講義をしました今年の新しいことはすぐにそのことについて問題を解いて頭の中に入れていこうと思いますですから今日のこのマラソンセミナーは講義プラスこの演習演習ほんの数分ですけど、えー、みんながそうだあだって問題も解いていただく時間もちょっとだけご用意してございますで後半の部分の文化 文化の35問はこれは最終日にまとめてえ今年はこれだっていうのをやらせていただこうと思っております。2009年度に出題された俳句風習の知識を問う文化関連の新傾向問題の対応として五、えー、節句の節句そして月および日本の風習というものを新しく今年は入れてございます。 予想問題はズバリ適調する可能性が高い問題ばかりでございます同じ時期に作っておりますので何回も復習して本試験に備えることが肝要でございますそして書いてございませんが過去問今一緒にこれ作業させていただきましたが200876この3年分の過去問は特に大事ですから仕上げとして過去の出た本試験の問題を解いていただくことをお勧めいたします。 2005年からも出ておりますけど、まあ、この9、8、7、6この辺りの範囲から同じ問題が出てくるだろうなあというふうふに思いますのでこれで最終的には仕上げとしてくださいさあそうしましたらです、ねえー、今度は振動表というところページをめくっていただきますと振動表が出てきました今日は第1回目です。今傾向と対策 1> 1限目はここをやらせてていいただいてます。50分の講義で10分休憩というペースで参りたいと思いますただし若干長くなったり若干短くなったりということはありますですけども、えー、午前中午前中といっても1時までですけども3つやらせていただいて1時間休憩そして今度は2時からということになりますね、えー、3時4時5時までということでございます。 ですから前半がこの3つなんですけども予定ですとですね3つ目に財政と租税鳩山内閣の予算案ここまでで、えー、午前中といいましょうか前半終了地方自治は休憩の後に回していきたいと思っておりますで使用するテキストですがマラソンセミナー一般常識テキストこれがマスターテキスト 大きい厚いい厚方でございますこの中には去年のその前の3年間のエキスが全部入っておりますからマスターテキストとしてこれをお使いいただくそして、えー、一般常識2010年受験用テキストこれが今お開きいただいてますが去年から今年にかけての時事問題を全部こちらに網羅してあるということでございますで参考図書といたしまして高等学校用の現代社会の教科書 あと、はいえー、でこの上に置いておきますのでちょっとご覧いただければいいただしこれわざわざ買うほどのことでもありませんので先ほど申し上げましたようにこれを買ってという時間もあれもございませんのでこれはまあ参考程度で結構です新聞ダイジェストそしてなるほど地図帳日本なんてものも、えー、もしお持ちであれば、えー、ご参考に使っていただければと思いますさて、えー、最後にお願いなんですけれども、えー、お昼、まあ、1時からになりますちょっと遅い昼ですけども えー、お腹いっぱい食べないでいただきたい7割ぐらいでよろしいですねあの健康にいいから、まあ、あの眠くなっちゃいますので午後ってさすがに今日はいい天気ですしですから、まあ、ちょっとこのぐらいにしとこうということで、えー、お戻りいただければと思いますあとあの硬くなってしまいますと緊張してしまいますと知識も入りませんのでゆったりとリラックスしていただいて、えー、笑っていただきたいとど笑っ いただいてえー、眠いときに,には眠いときには眠っちゃまずいんですけれども、えー、というふうにリラックスしてやっていただければと思います。はい、というわけで、えー、1ゲ目は傾向と対策ということで相手の姿がある程度見えたかなじゃあ10分休憩の後に、えー、それでは政権交代から参りたいと思いますではここで10分休憩でございますそれでは、えー、本日の2項目始めさせていただきたいと思います では2010年,10年受験用テキストこちらの、はい、ページで申し上げますと5ページでございます補足資料と書いてございますが政権交代、はい、こちらでございます後ほどマスターテキストの10ページに戻っていきたいと思いますのでもう10ページを開けておいていただいても結構かと思いますでは先に2010年用の5ページから参ります ではちょっとお読み上げいたします鳩山政権の発足ここでございます1、第45回衆議院議員選挙55年体制と言われる自民党長期政権に代わって民主党が新政権の座につく政権交代が行われたまず55年体制というのをちょっとラインマーカーしていただきました一体何なんだろう この辺りが今回は聞かかれるる可能性ちょっとあるかとあ思いまます後でご説明させております2009年の8月30日実施の第45回衆議院総選挙で去年は全くガイド試験の当日ですから、えー、なんでこの日に当てるんだって、えー、我々としてはそう思ったわけなんですけれども民主党は過半数を上回る議席を獲得しですね 絶対安定多数となる308議席獲得で与党・自民党に圧勝した、はい、これは覚えなくてもいいことですけれどもちょっとだけ申し上げたいと思います安定多数とか絶対安定多数とか圧倒的多数という言い方があるようです。 過半数で決まっちゃうんでしょもちろんそうです過半数というのは2で割って1を足す数ですから241というのがこれが衆議院の過半数ですね参議院については122になるこれをどの党が取るか取らないかということがこの選挙の勝敗の分かれ目なんですけどもちなみにですはい 安定多数というのが衆議院では252参議院では129覚える必要はないですよ絶対安定多数ってここに書いてあるんで申し上げているんですが絶対安定多数というのは衆議院では269参議院では 140, 140そして圧倒的多数というのが衆議院では320つまり3分の2ということです。3分の2取るとる 総的な多数。参議院では162。なんでなんでこうなるんですか。委員会がいくつも分かれているらしいんです。で、えー、議員さんはそのどこかの委員会に所属するんですが、委員会のその議長という役職を過半数取った党からそれを埋めていくるらしいんです。で、委員会のその責任者議長というそのお役を 取りますとその各委員会で自分たちの思うがままに進めていけるわけですねそういうようなことまた、その議委員会の中での過半数が取れるかどうかというようなことを含めてこの安定とか絶対安定とかというような言い方をしているようです。ですかから昨年ののの8 308月30日の民主党が取った議席というのはかなり かなりの圧倒的な勝利なんですですから委員会の中でもほとんどが民主党の方々がメインになって進めていくことができるですから衆議院の中においてはまさに自分たちの進めたい方向に、えー、持っていけるわけなんですそれほど大勝ちしたわけです去年ちょっと思い出してください民主は115名だったのが308名になったんです衆議院。 193名増えたんです自民は300名いたんです300名いたのに181落っこっちゃって119になったんですとてつもないことが起きたんだというのは去年の選挙だということが分かりいただけると思います300名いた自民が119名になっちゃった 民主党の文章戻りますよ。民主党の鳩山幸男代表は第93代内閣総理大臣に就任し社民党国民新党との連立政権を発足させたなぜ連立しなきゃいけないんでしょうなんで自民党っていやいやいや民主党が勝ったんでしょ民主党が今度自民党に代わって308っていう絶対安定多数になったのにだったら別にそんな。 仲間増やさなくたっていいじゃないどうしてでしょうここでピンときた方はもうすごい素晴らしいですね参議院で参議院で今だって連立しないと過半数いってないからそうなんです民主党だけでは参議院の過半数にちょっと足りないようなんですちょっと足りないですから民主党と 国民新党それでもちょっと足りないというわけで、えー、社民党と組みますとこの3つの党で参議院でで過半数を超えるんですそうすると衆議院で通ってきたその案件が参議院で賛成って過半数を取れればそれが法律になっていくわけです。そういうい意味では今、えー、社民党と ちょっと路線が合わなくても今仲良くしとかないとまずいということでしょうね民主党のサイドに立てば。じゃあ参議院選挙でまた民主党がすごく勝っちゃったら今度はこの連立政権ってやめちゃうのやめるかもしれないですよね。でどうなるんだろうっていうのが今度の選挙の争点になってるわけでございます。 国会の中で一番人数を取ったその党の党党首ですですから今までで言えばそうです自由民主党が一番数が多かった時は自由民主党の総裁が自動的に総理大臣になりました今回は民主党が一番是績を取りましたので民主党のその党首が今総理大臣というふうになったわけです私たちが一票を投じるわけじゃありません 大義士といって私たちの代わりに国会議員を選んでその国会議員の中でこの総理大臣を選んで内閣を組閣する私たちの仕組みはそうなってます,ですよ、ねはい、野党第一党が単独過半数を獲得したことによる政権交代は戦後初である18回選挙を行ってその中で初めてだそうです。 ですから歴史的なことが去年は起きたわけです。そうだったのそうなんですじゃ自民党って今まで負けてダニーとなったことっていやえー、そうだったのってことですね単独過半数を獲得したことによる政権交代を初めてでも自民じゃない時もあったじゃないそうです非自民政権の誕生は1993年の細川森弘政権以来日本新党ということで。 あの昔からの細川のガラシャさんから始まるずっとあの細川のお殿様です熊本県知事からなってとその時は自民党が過半数を取れなかった過半数を取れなかったんでどこも過半数を取れなかったんで、えー、じゃこの方を中心にじゃあってことでいくつかの党がまとまったこういうことだったんですけども8か月でこういう政治新しい政治と目されたものも終わって でまた自民党の政治に戻ってということが去年の8月30日に完全にガラッと変わったということです。じゃあその55年体制って何ですか1955年昭和30年のことです。1955年に当時の自由党と 自由党と日本民主党ってとそんな昔もあったんだあったん自由党と日本民主党が合同して自由民主党ってなりました。誰が作ったんですか。鳩山一郎さん。え鳩山さん今のあの鳩山さんのおじいさんが作ったんです。えちょっとわかりません。え自由民主党は鳩山さんが作って今今でも今敵じゃない。 今それをえ勝ったの勝ったのが民主党が鳩山由紀夫さんそういうことになるわけなんですけどよろですねでその自由民主党1955年に新しくできたこの党がずっと今まで日本の政治をの中心としてまあこの戦後の日本を作ってきたっていうことなんですじゃあ野党はいなかったの野党は社会党という党がずっとありました。 ただ人数から言うと自由民主党が2に対して社会党は1ずっとそうだったんです。ですから表面はとってもお論戦をしてなんかすごく反対って社会党を言ってるようなんですけどもどうも今見ますとですね表面上は対立してるんですけども実質的には協力してやっていこうということ。 こういう七の約束で,です、ね、え来てたということのようなんです二2対1ですからどうしてもこれは勝ち目がないわけですですからあの自民党からその野党への政治資金もこうあったと社会と政治資金も言ってたんだということで形の上ではそういう野党と与党となってましたけども、まあ、お互いに。 うまくやるところはやってやってきたということでしたですから永遠にこの関係は変わらないんじゃないかと言われていたものが今回その野党としての民主党がその単独過半数を獲得したということが起きたわけですさてそこでですね2番に行きますよマニフェストの実現政党の公約を文書の形にしたものです これ政党の公約です。こういうふうにやりますって、さっきの選挙の前にお約束という形で出したんですね。鳩山新政権はマニフェストの実現を最大の政治課題として掲げ、自民党から政権を脱出しました。この時は野党の時代でしたから、割とこうできるできないということよりもこんなになったらいいですよねーっていう感じでこう野党としてつく ものだったんですですからだったら後で修正しちゃえばいいじゃない現実こうなんだから修正しようってやればよかったんですけどもどうも今そこのところは修正しないでそのまま行くかのようになってますんでっていうところがあるわけですよね。実いうところがあるわけですよね。マニフェスト実現を最大の公約としてきただけに実現不可能な公約が続く場合は国民の支持率低下につながってしまう。2010年夏の はい、7月11日あるいは25日となってますがその参議院選挙への影響も憂慮されている仮にこれで、えー、過半数をす民主党が取れなかった場合民主党と国民新党とそして今のように、えー、この社民党を3つ合わせても122に届かなかった場合この場合は、えー、困っちゃうなと。ねじれ ってよく言いますですでね今まではその逆でしたけれども今度は、えー、もし自民党あるいはその自民党の連日が関数数取った場合はちょっと衆議院と参議院の結論が逆になってしまうということですから何としても民主党としては参議院に勝ちたいだから今まで言ってたこといや実はそれできないんだってことも言いづらいというところでございます。 今後注目される重要課題実現を断念したものあるいは先延ばしに転じたものなど国民の期待を裏切る結果となったものもすでにあるわ1番沖縄県の米軍普天間飛行場移設計画5月いっぱいに何とかします。 本当は3月いっぱいにそれがこうと伸びて伸びてきてまして県外に移しますって、えー、言っちゃったもんですが今、どうなってまさかこんな大きなお話になるとは思わなかったんですけども、この5月でもしかしたらこれを機会に鳩山さん、辞めちゃうんじゃないかと今、いろんな話が出ておりますですけれどが、はい、ちょっとここで申し上げますが政治のこと今こ、こちょっとこれ大事なことなんでやってきてますけども、 基本的に問題に出てくる時はあの政府が今困っちゃってるとか立ち往生してるっていう問題は出てきませんあくまであのお上が作るんですからねそうそうそう国交省から依頼を受けた独立行政法人そこから民間依頼してますからこんな約束をして政府はこれをどう責任を取るのかという問題については大問題だと思ってそれ正解ってはないんです。 ないんですその代わりに政府があ手掛けた事柄でうまくいったことについてはすぐ問題になってくるんですよ。<laughs> 本当ですよ2004年とかあのすぐあのす不良再建問題が半減したっててもうすすぐ出てきましたで,すですから私たちの立場としてはこの政治がどうこうってあ,のありますけどもその辺りはちょっと横置いといて政府の目線になっていたんです。ありますよ個人的には。 それは何やってるんだよもうとかいろいろありますけどもあ優しい気持ちでよくやってるな鳩山さんなかなか大変だけどまあ頑張ってるじゃないかとかですね、えー、そういう目線で見ていただきますとあの出題者とぴったりやってくると個人的にいろいろありますですよ、えー、そういう目線をちょっと注意しておいてくださいですからあんまりこういう困ったなって問題出ないんだなということもちょっと 思いをいたしながらちょっとこれ進んでいきますさ、暫定税率の廃止問題これ今日後でやりますけどもガソリンの中に入ってた税金というのは暫定だからやめますこんなことがあるからガソリン高いんですすぐやめますって言ってたんですけども結局はや,やめたようなやめないようなということなんですよね後で出てきます何の話後で出てきます子供手当の導入も始まりました 外国に住んでいるお子さんの分も払いますよって言ったんで544人、タイに子供がいるんですけどどうしたんですかってそういう人本当に来るかなって50人っていう方が来たらこう答えなさいってマニュアルを用意してたらしいんですけど544人いるんですって方が来ちゃって8600万円になるんですけどってちょっと待ってください50人以上はちょっと無理なんですってマニュアルで答えたって言うんですけどちょっとどうなっちゃうんでしょうかっていうこれ昨日おととの話ですよねもう導入始まっております。 公共事業の見直し、やんば田もどうなったんだ、一体どうなったのってまだ結論出てない感じがあるんですけれどもこれをこれからどうするんだってお話もあります、まあ、地元の理解が得られるまで中止の手続き始めないとこういうふうに今なってますんですけれども、日本航空の再建と羽田空港の羽生化、まあ、今日航再建中羽田空港は満杯でこれどうす。るんだ といっても他の空港いらない空港がなんか出てきちゃったりして、えー、この辺りもこれはえ次回ですけどやらせていただきますけど、はい、郵政民営化の見直し郵政民営化ってせっかくやって小泉さんがしてみんなでわーって民営化したのになんか今度民営化じゃないようになっててえ今度あのえ責任者に大倉事務次官の方昔のえ 天下りだめじゃなかったのに下りの人が入ってきちゃってどうなっちゃうのっていうようなことっていろいろう続けばあるんですけどもあの温かい目で見てくださいということよろしいですね、はい、2番、政治主導で変わる内閣の形今まで官僚任せであった政治から政治主導で国民の声を反映させと意思決定政策決定を実現する。 はい、そのための官邸機構というのはあの官邸、まあ、大きく言えば内閣府なんて言いますけどもっと小さく言えば内閣総理大臣の方とその周りの補佐官の方とかっていうあるいは官房長官という方あの辺りの方の力を強くする党とは別なんだと。 自分の所属する党は民主党だけども党,と党の影響は受けないつもりということなんですね、機能を強くする、こういうことなんです。新設した機関は次のとというためにこういうことを作りました国家戦略局国家ビジョンや予算の骨格を決めるということでしたけどもカンさんが初めになりましたがなかなかすぐにはうまくやっぱり機能できないようでして結局、この決定権は財務省。 あの藤井大臣って方わりとおとしめされてた方が結局は決めますってことになりましたで決めますってい旦決めたこといやそうじゃないなんであんなことをするんだっていうことがあって何だったらもうやってられないよってことは辞任ってことがありましたですけども、えー、国家戦略局はこれからもっともっとお形が出てくるだろう今のところちょっと回転休業って感じがいたします。行政刷新会議 財政をはじめあらゆる無駄を排除する、えー、これも第2弾が始まりますこちらは非常に、えー、よくやったということですよね、えー、なってます,す税金の無駄を洗い出す今までは行政刷新会議というものができる前は官僚の方々がこれぐらいかかると思いますって言って政治家に出します あそれぐらいかかるのでしょうがないなって政治家の方が誰も知らないところでこれが予算ですけどいいですかまあいいだろうってことで全部通っちゃったですから官僚任せだったそうしたら無駄なものもあるんじゃないかってことでこれを密室じゃなくてみんなに見えるところでやりましょうってことでやり始めたわけですね。であの蓮舫さんとか あの驚きましたね蓮舫さん蓮舫っていうフルネームかと思いましたが村田蓮舫さんって言うんですねどうでもいいことですけども村田さんとてご名字はそうですもちろんあの村田さんとかとご結婚されてるんでそうなんですけど蓮舫さんというのはあれはあのそファーストネームだったってことなんですけど、えー、また今これから頑張っていくんだということで始まりましたですから税金の無駄があるんじゃないかってことをみんなでもう一度洗い出しましょう。透明に プロセスを透明にオープンにしてほしいんです私たち国民としてはそれについてはえ、これは答えてくれてると思いますその事業仕分けはこの会議の設置目的を実現する具体的な方策として注目を集めました ということでですね、3兆円目標ということで去年やりましたですけども、結局はそんなにはうまくいかなかったと、7000億ぐらいになっちゃったのかななんて話もありますけども、今度今第2弾、はい。これが今起きていることでございますが、さあそこでですね、えー、テキストは10ページに戻っていただいて、先ほど過半数だの、安定多数だのっていろいろお話しさせてあげました。さあ政治について出題されるとしたら、 こういうい数値あるいは何年こういう客観的な形で出てきます何党を支持するとか何がどうしたか政治のドロドロした部分というのはなんか出しづらいですから覚えていただくとしたらですねこの選挙制度のこの辺りの表は今年も危ないぞ選挙が迫っているからということでございますですか そうしますと選挙制度というところできればもう見ながら覚えていっていただきたいと思います日本には衆議院と参議院と2つこういう2つの二院制といいます二院制ですこれ GHQ が作ったあの戦後すぐの時は一院制だったらしいんですところが日本側がいやなんとか二院制にということで押し戻して二院制になったでその時のまあ条件が GHQ が言うには両方、貴族院じゃなくて参議院もちゃんと選挙で選んだ議員で構成してくださいということがあって元参議院は貴族院といって選挙じゃなく選ばれていた今のイギリスなんかそういう感じですよね。ですから上院、下院というような外国の任意性に照らし合わせてみますと下院に当たるのは衆議院です上院に当たるのが参議院というふうに。 考えてくださいというわけで衆議院の方が約2倍ほど人数がいらっしゃいます衆議院は政党を基盤とした国民の代表政党を基盤とした国民の代表小選挙区比例代表並立制この辺りもですねちょっと目で、えー、見ておいてくださいね後であとでどういうものかって これご説明さし上げますが定数は480人ですから過半数が241人任期は4年です4年じゃ全員4年間ずっと必ず衆議院議員は全うできるんですかそうとは限らない解散があれば任期途中でも資格を失う去年の8月480名決まりました今年のこの5月末で 何やってるんだよ民主党鳩山さんどうしてくれるんだよ解散するって話もあるんです週刊誌とかこぞって言ってます衆参同時解散またですかってそうすると1年だけで終わっちゃうってことになるんですそれが解散です何で解散するのいや世の中の人たちのもう一度意見を聞きたいつまり行き詰まっちゃう時ですその時内閣総理大臣が民意を問うって言って解散ってなるんですね 選挙権は20歳以上これはもう変わりません私たち20歳以上が選挙権を持ってます非選挙権は選挙に出れる人25歳以上ですですね選出方法小選挙区っていうのが300名比例代表が180名どういうこと小選挙区っていうのはあの1人を選ぶ選挙区が300選挙区ある1人を選ぶんです でもうちょっと大きな比例代表というのはあのー、比例代表1位とか2位とか順位が出ます,ですよね。で何とって書いてくれたその党に入った投票,投票数からなめなめっていうふうにやっていくんですそれはあの後でまたです、ね、ちょっとこう,こういうふうにやっていくんですよというような表がありますのでその時にもう一度ご説明いたししますで。参議院の方、出るとしたら今年はこっちかなって気がします。 そそもそも参議院というのは学識経験者などが時間をかけて慎重に審議をする学識経験者などがし時間をかけて慎重に審議をする場なので任期は6年なんです衆議院は4年ですよでも途中で変わっちゃうかもしれない参議院はそんなことないんです6年もうこれは確定学識経験者などが時間をかけて ご自身の専門の知識を使って衆議院で決まったものは本当にこれでいいのかってやっていただくということです。でも最近はあのオリンピックのメダリストさんとかですねプロレスラーさんとかですねタレントさんが学識経験者などとしてですねお入りになっているんです、まあそれはそれで、まあえー、ご自身の経験をしていただければよろしいんですけどなんでじゃあそういう知名度が高い人が入っていくんだろうこれはです、ね、選出制度に関係あるんです。 選挙区制これはあ,の同じですある選挙区でただし小選挙区の衆議院は1人だけでしたけども1人選ぶところと2人選ぶところが参議院は違うって言うんですがこれはあんまり変わるようない比例代表ってところがちょっと違うんです。非高速名簿式比例代表制参議議院院は衆議院と違って 自分の選挙区はあのこの人って1人か人2人選びますよねじゃああなたは何党がいいんですかって時に衆議院選挙の時は党の名前を書きます党の名前ですでも参議院の場合は党の名前じゃなくてタレントさんなり何々さんなりの名前を書けるんですあそこが違うのそうです自分の選挙区の代議士さんの名前は書きますよ で比例代表って時には「何々党」って書いてもいいんですけどその代わりに私が好きな「何々さん」って名前書いてもいいんですですからネームバリューのある人が出てくるとその党の得票が高くなるだからか堀内恒夫さんというあの昔の読売ジャイアンツのピッチャーの方がもう出るんだ なんておっしゃってますけども、えー、ジャイアンツファンの方が堀内常世って書けばあの方自由民主党から出るとそれ自動的に自民党の票になるとこういうことなんですねだから割とタレント候補さんが入るんだな非拘束名簿式非拘束されないですから政党名書いても候補者名書いてもどっちでもいいんですよというここのところをちっとご注意くださいで選挙権は20歳変わりませんが非選挙権は30歳以上。 ちょっと年齢が高く学識経験者などですか年齢はある程度の年齢いった方ですねじゃあ地方の議会はどうなんでしょうか昨年は何か地方の方が出ましたけども地方の議会の議員も市町村長もあるいは県知事さんも任期は4年選挙は20歳以上県知事さんあるいは府知事さんは30歳以上 ですが地方の議会の議員さん市町村長は25歳以上違うところだけ区別しておいていただければいい選挙権は全部同じ非選挙権があちょっとこうなるほどなちょっとずつ違うんだここだけ区別しておいていただければいいかと思いますじゃあ選挙区制というのを簡単に見てみましょうものすごい紆余曲折があって今の形に決まったというんですけれども小選挙区制、はい 衆議院で採用しているものです小選挙区から1名1人だけ選ぶというこういう選挙衆議院はそうです長所としては2大政党制が実現しやすく政局が安定しますそうですね2つの政党からどっちが勝つというそういう形になりやすいんです1人選ぶだけです選挙区え狭いんで費用は少なくて済みます 2人のうちから1人とか3人のうちから1人って形になりますから人物がよくわかります選挙運動が徹底しますただし、えー、多数政党に有利になりますよそれはそうですね多数政党、えー、数いっぱい持っているところは有利になる短所は死に票が出ます死に票って何ですか投票した人が落選したために議席としていきなかった票51対4949 49の人があ悔しい。 49の人の意見が反映されなかったって結構大きいですよねってこういうことです。国民の多様な意思を代表できない2人に1つどっちかって選択肢がなっちゃう新人の進出が困難あのおじいさんとこからあの人にお世話になってるからあの人にってそういうことが割と多くてですねこの人かなこの人かなっていうと割とそういう形の選挙になりにくいんで全く新しい方がっていうのは難しいと。 地方的小人物が当選す同じです昔からあのうちのほらあの何とかさんのってなりやすい少数政党には不利であるどうしても自民なのか民主なのかという大会になりやすいゲンマンダリングの危険がある選挙区を特定の党派や候補者に有利なように作ることあの人当選しそうだから今度はあのここからここまでという,う選挙区をちょっと変えちゃおうとかですちょっとずるいんじゃないとそういうことすら起きやすいということです。 じゃあ今度は大選挙区制、中選挙区制これ一緒に申し上げますが以前は日本は中選挙区制でした大選挙区制と中選挙区制はほとんど同じですけれどもじゃあちょっと中選挙区制見てください原則として1選挙区から3名から5名の議員を選出します。 ですから10人とか11人出た中でじゃあ3名とか4名ですよって昔はそうやってやってたんですこんな人1人ぐらいいてもいいんじゃないのって人が当選したんですこれがもう日本的だったとところが1994年廃止になってそしてまあ今のような小選挙区制になりましたとでなんで辞めちゃったの 短所のところを見てください少数党の乱立で政局が不安定こんな人も一人ぐらいいいんじゃないのっといろんな党からいろんな方がポポポポッッポ、はい、それで政局が不安定有権者が候補者の人物執権をしにくくなるあんまりたくさん候補者が出ちゃったんで選挙費用が多くなる選挙区が広くなりますからちょっとこれじゃお金がかかりすぎちゃうんでということで今の形になったわけです。 で比例代表制、えー、4番目ですが各政党の得票数に応じて議席を配分する制度ですです、ね、とが衆議院の場合は当名だけ先ほど繰り返ししたよ参議院の場合には名前も書いてよろしいんですということでした、はい、じゃあ今度はページをめくっていただきます12ページには衆議院選挙、はい、こういうふうにやるんですよ 小選挙区比例代表並立制ってこうやってやるんですよ。小選挙では、小選挙区では1人を書きます。比例代表では政党の名前書きます。そうすると、例えば自民党、例えば民主党って名前が書かれてきます。それでドント式っていうんですね。得票数をここに割ってきます。割っていくと、1234という整数で割っていって、 そうするとな例えば1万人だったら1で割れば1万2で割れば5,0003であれば3,300というふうに割っていってそこで出た数字の多い,多い順に当当選当選ってやっててやくわけですああだったら12ってとにかく割っていくわけだからいっぱい得票数を取った政党がいっぱい当選するっていうのはお分かりですよね。こここういういいとと難しくないなってことです 4番、重複立候補制度小選挙区と比例代表の両方に立候補することができます小選挙区で落選した候補者でも比例代表の搭載順に小選挙区での撤廃率の高い順にいやだやだわからないなこれ、あれですあの、今回って言いますか前回は自民党の,あの森さんなんていうありますよね、いらっしゃいますね、あの石川県ですか。 あそこに女性の若い方が小沢チルドレンということで行って戦ってこいなんとか頑張って勝てなんて言ってもさすがに勝てなかったりするでもそのじゃあ女性の方はそこで討ち死にしちゃうんでしょうかいやあなたはあの比例の方では上の方の番号にしておいたから。 負けても比例の方では多分何人ぐらいは必ず民主党は取れると思うからあなたは比例順位が1番2番にしてあるからまあ大丈夫だからってこういうふうに救われるわけです。でも1番って比例順位1位ってとこに5人ぐらいいて2位ってとこにも5人ぐらいいてああ2位のとこの5人のうち4人までなんだよなこれでってどうしようときにはその地方の選挙で。 勝った負けたの負けた時が惜しい赤配率あと何パーセントで勝ったのにというその惜しかった方から比例の方は、えー、当選ということにしましょうというこういうやり方でございますですから資格とかなんとかガールズなんていう形になりやすいわけですさあ6番ですこれが今回の参議院選挙区制と非拘束名簿式比例代表制 選挙区制全国に47ということは都道府県単位になっています都道府県で1人だけっていう県と都道府県で2人っていう県と2つあるようです1人だけって選ぶこの都道府県をどれだけ取るかっていうのが今回の勝敗の鍵だって言われてますかつては地方区と言いました今は選挙区っていうふうに地方が変わりました ですす。から47都道府県がままず一つありますそして2番目非公職名簿式比例代表制かつての全国区1区のみです1982年の公職選挙法改正の後各党があらかじめ候補者の当選順位を決めておくそれをやめまして事前に当選順位を決めないでじゃあどうするの 自分の名前書いてきてくれた自分の名前で投票してくれた人の数が多い順に全国区今のこの比例区は投票されていくわけですあだったらやっぱり有名な人が有利なんじゃないの事実上全国で有名な人を選ぶって形になってるんですね透明じゃなくてその人に投票するって形かなってそういうふうにも取れますですね。 ここが違うところでございます投票方法はくどいですが選挙区では候補者1名比例代表では候補者名または政党名、まあ、これって人いないから私はこの政党を応援するから政党名って書いてきていただいてもいいんですここが違いです当選者の決定政党名と候補者名で投票した両方の票を合計して得票を決めます そしてこれで各党の獲得議席数が決まりますドンと式とここまでは同じ結局各党で何名まで合格いや当選って分かってその中で候補者数の多い順から決めていく順位は決めないで自分の名前で一票ってした人から決まってきますよってことでしたですね出るとしたら数字とか こういう選挙システムって方が出やすいと思いますのでここはちょっとご参考にしてくださいさあもう1つだけ裁判員制度についてちょっとお話をさしあげたいと思いますこれも去年から始まってますで今どういう状況になってるのかということも含めて、はいえー、見ていきたいと思いますまず目的国民の司法制度への関与と 理解増進信頼向上が目的司法上のの国民の権利を確立って言われてます,です、ね。私たちはあの国会議員も選ぶことができます市町村の市長も選ぶことができますだけどそういう意味では立法とか行政については直接私たち関与してるんですが司法については全く国任せ国民が過度に国家に依存していると。 他の国かららは見えるらしいんですねだから裁判についても自分たちでやりないよってことだったとそういうことでもう民意を反映させましょうところが最高裁判所は最初は大反対そんなことできるわけないしそんな負担を国民さんからそれは無理だと思うよってことで大反対ところがまあいろいろカンカンガクガクがありましたけれども結局はじゃあやりましょう裁判 官これは、えー、官で選ばれた、えー、試験を受けたプロの裁判官じゃあ新しく民間で参加される方は官じゃなくてそうだな、えー、教官教員っていうから裁判員でいこうかということで裁判員制度という形で始まったと言われております。誰が裁判員になるんですか20歳以上の有権者 20歳以上の有権者だったら誰でもなれるんですくじ引きでこれ決まってきます,そうですどうやって選ぶんですかその20歳以上の選挙人名簿というところから無作為にもくじ引きでこう抽出するんですでどうなるんですかその裁判が始まる6週間前に呼び出し,呼び出し状が送られてきます送られてくるらしいんです呼び出し状にはその後半と同じ日にあなたは来てくださいね あなたと同じ方50人から100人ぐらい裁判所に追呼び出ししてますからあなたは都合が悪かったら言ってください必ず来てくださいねとこうなるんです都合が悪い時はどうなるかというと都合が悪い時にはちょっと私行けないんですよって答ることができる朝の,あの9時前からちょっと来てくださいね割と朝早いんですお願いしますね原則としてそれは断ることはできないって言われてるんです参加は義務なんですから ちょっと嫌なんですって逃げたら罰金10万円逃げちゃったら10万円なんです嫌だーって言うけでも日当1万円出ますからえ1万円出るの交通費交通費も出ますからあそうなんだ調査票が送付された裁判員候補者29万5千人のうち7万人が事態に認められる理由を申し出た年齢が70歳以上でちょっとあの体きついんで、まあ、それはしょうがないですねちょっと重い病気や怪我でいやそれはもうご無理なさらない。 学生なんで生徒なんでっていやそれ,はそれはちょっと無理です警察官なんです私はっていやそれはもうご無理です、ね、あの内縁の夫が実はちょっとあの,あの暴力ねそれも結構です結構ですでそういうことでですねあのそういう方はあの認められるんですで今どうなってるかっていうと90%以上の方が参加してるって言うんですね上場のなんか参加率だってことらしいんですよでどういう裁判に参加するのかってことなんですけども 地方裁判所の第1審でで第一審なんですこの,第一審の結果というのは第2審、第3審と、まあ、最高裁っても一番最初にどうだったのかというのは結構、最後までこれ響いてくると結構大事な場面なんです。刑事裁判です。ですね、お金返してよ、3万円去年あれどうしたのよとかですねそういうんじゃないんですお金がどうしたとかっていうんじゃなくって刑事裁判です、ね。ですから どういうのか特に重大な事件ってことはあの殺人とかですねそういうお話なんですねすごいことなんですで。具体的に裁判員の役割は裁判では裁判員が6人でプロの裁判官が3人というふうにこれ奇数です多数決しますから8人だったら4対4で永遠に決まらなくなっちゃうんでこれでプロが3人裁判員が6人対等の立場で評議。 するんだそうです前にバーって並んでそこに被告が来てですよ分かんないところは質問したりするんですでもう対等の立場ですでも何て呼んでいいか分かんないって言うんですよね「何々さん」「いや「さん」っておかしいな「被告は」なんて名前知りませんから「何々いやてめえは」って言うよそう「てめえもおかしいよな」なんて「何て呼んだらいいんだ」と「被告は」もうそのとこかららしいです。で 検察官の方、分かりやすいように、まあ、いろいろな、こう、なんですか、モニターを使ったりとかですね。わかりやすいとか、写真を持ってきたりとかですね。つい、わあ、かわいそうって、ここで揺らいじゃうらしいんです。ところが、プロの裁判官っていうのは、検察がいろんなこのおことしても、じーっとその被告の顔を見ているらしいんです。で、その時にどう顔が揺らぐか、表情がどう変わるか。でも、えー、裁判員の方はそうじゃないよ、ね。あ すごいあそうなんだって、もうですから、プレゼンテーション能力が検察のほがものすごい上手くなっちゃって、えついほだされちゃってっていうのはなんか多いというのは話も聞きますですけれども、なかなかそういうことで、でですね、あの被告もですね、あの手錠をかけられるっていうと、やっぱり悪そうな感じなんで、裁判員が見て、やっぱりな、ですから手錠外して、であのサンダル履きらしいんです、どうしても、なんでか、逃げちゃうから、ですからサンダル履き。 で昔はあの汚いサンダルだったらしいんですよ裁判員制度前、あのトイレサ便所サンダルというようなことだと今はですね川に見えるようなそれあまりにもそれ悪いことしたからだろうなお前、やっぱり悪いなってなっちゃまずいんで川に見えるようなサンダルでもやっぱりサンダルはサンダルなんですってというような細かい配慮をしてですねであの裁判員制度が始まっているというところらしいんですよ裁判は長いのではないか裁判はできるだけ毎日行う。 約7割の裁判は3日間以内の審理で終了4日間ってのっきもあるらしいんですけれども弁護士さんが大変らしいです弁護士さんって今までは月に1日この審理じゃあこの審理の次は約1か月もその間にこう資料が止めて他のことをいろいろやってますからですね弁護士さんも相談したりとかそれから4日連続いや大変ってもう徹夜になっちゃうと弁護士さんが一番大変になっちゃったんだって話があるらしいんです 裁判の様子をブログブログなどで書いてもいいから。これいけません。裁判員は参加した審理について守秘義務をう。まあ一つは仕返しを防ぐってなんです。仕返しされて覚えてるよ。なんてですね。あの顔はもう見たからななんて。それもまずいんでというのあります。ですね。で家族でも言っちゃいけない。どうだったの?。いや。どうだったの、ね。 いや俺はそんなことは思ってないんだけど隣のやつが死刑だったから俺も3回あ言っちゃったこれまずいんです絶対に言っちゃいけないということですからあの近くにサーモアンの方が誰か裁判所行ったらしいよとかあの話聞かないですよねいや聞いたよどっちのおじさんがってそれちょっとまずいかなですから今世の中で何も起きてないように今じーっとなってますですけども粛々と進んでいる守秘義務がきちんと守られているということなんですね。 違反すると罰金50万円ちょっと言っちゃったって50万円になっちゃうわけですから言えないわけですねでいつからかというと去年の5月21日からでございますで感想は聞こえてこないというもののまあちょっと前から当てられたりするらしいんですいかがでした、はあ、疲れました特にあの時のあっだめだめ言っちゃだめ疲れました本当にっていうこと本当に疲れるらしいですねで夜家に帰って もちろん会社は休みですよって言ってきてますが会社行けないですけど寝られないとか死刑っていうどうなっちゃうんだろうとかですね本当に大変な話ですただし参加された方がほとんど良かったとあこれはあの大変だと思って疲れたけども参加して良かったっていう声が今、多いんで裁判員制度はなかなかこれ導入して良かったんじゃないか若干刑が重くなる傾向はあると言われてるんですが今までは。 検察官が懲役15年をなん休憩する大体いい8割って決まってたらしいんですで12年か13年ですから弁護士が同様がだいたい大体裁判所は休憩の鉢負けそれよりもとっぴなことをしちゃいけないということでもう最初から決まってたみたいな、えー、それが今はきちんと審理されるんでメリハリがついた。 という状況になっているらしいですね。これが今の裁判員裁判でございます。はい、4000人に1人ぐらいの割合で、えー、なるかもしれませんよということらしいんです。さあ、もう一つだけ。政令指定都市です。これそんなに難しくないんでパッパッパッといきますよ。政令指定都市。まあ、要するに、昔でいう人口100万以上の大都市でございます。この政令指定都市っていう指定を受けますと、 市なんですが県と同じぐらいの権限を持つのでやりやすくなるそれがそんなに大きなことなんですか市が扱う事務県が扱う事務ってもう事務がきちっと決まってるんでそれは県が決めることだから君たちは関係ないんだっていうことが今度、県と同じことが決められるようになるこういうことです。で政令指定都市になりますと何々区って形になってきます。 市の中に何々区横浜からおいでの方川崎からおいでの方埼玉からもう皆さん何々区っていう,う住所をお持ちかと思います東京だってそうだよと東京の23区はその政令の区とはちょっとまた規模が大きな形で市に近いものもうほとんど市に近い権限を持っているのは東京の23区というふうに言われております。 そこで覚えていただくのは何かと言いますと最近去年の4月1日に岡山が政令指定都市になりました最近で言いますと今年の4月1日に相模原市神奈川県ですあそこが政令指定都市になりましたですから緑区中央区南区とか区がバーンと3つできたりして70万人はいないとちょっと政令指定都市にならないんですよね 昔は100万だったんだけどですから政令指定都市になろうという都市は周りの市町村を合併したりして大きくなったりするもんでございますさあそうしますとページをめくっていただきましょう、えー、最近のこの政令指定都市去年まで書いてありますから岡山の下に相模原って書いていただければこれが19番目の都市71万人の 人口があると言います下に書いてございます政令指定都市とは都道府県並みの権限を持った規模の大きな都市です政令市の条件は法律上は50万以上実際は80万以上って言ってましたけども今70万ぐらいでも結構です相模原市は71万人 ただし、将来もうちょっと増える可能性が見込めると。なんで増えてきたんですか2001年に市町村の合併で人口が増えたしについては70万人以上でも認めるということがあったから平成の大合併を促す材料にどん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 ん合併していってくださいそうすると無駄もなくなりますでしょそして、 知恵を合わせてもっと大きな権限でいいまちづくりができるでしょうということで将来は同州制というのが考えられておりますですでね今度は県と県を合併して北海道の銅のように全国を11とか13の銅にしようという話が今立ち上がってましてどうやら最終的には日本がそうなるのかなというふうにも言われております。 さあというわけで、えー、ここまででございますそうしましたらですね、えー、どうしましょうちょっと今のところテキストをご覧になりながらで結構なんですけどもミニテストということで、えー、私から質問をさせていただきますもう見ながらで結構ですよこれとこれはどうでしたかっていうのを見ながらで結構でございますいきますよまず一つ目 鳩山一郎から続く自由民主党の長期安定政権何体制って言いましたっけ ?55 年体制いいですねこの言葉を覚えていただくこうと思います2つ目現在の民主党政権は社民党とペケペケ党との連立政権である社民党と 国民新党との連立政権である見ながらでいいですよ政党の公約を文書にしたものをなんて言いますかマニフェストこの辺はいいですねですね現在参議院で過半数を持っている単独政党はありますかありませんかないんです今単独で 参議院の過半数を持っている政党はないんですですから民主党は連日を政権をしているんですね。政治主導の具体的な形で予算の要求に絡む事業仕分けを行った部署事業仕分けは何会議が行ったんですか行政刷新会議ですね。 書けなくてもいいんですよ覚えとけばいいんですよあ、こうはそうだったな行政刷新するなこれ難しい新しいこの大臣は何て方でしょう枝野さん枝野幸男さん、ね、幸男さんです枝野さんって方ですここまでは出ないと思いますですけども一応続いて数字について確認です衆議院参議院の定数と任期をお聞きします衆議院の定数は 名任期は4年ただし解散があります参議院議員の定数は242名任期は6年ただし3年ごとに半分ずつ改選選ばれたら6年ですよ半分ずつ3年ごとに選び直していきます参議院の選出方法は 選挙区と比例代表ですね。比例代表。ここまで OK。制度名は選挙区制と次です。何でしたっけ非拘束名簿式比例代表制。非拘束名簿ってところにピンと来ていただければいいんです。名前でも政党でもどっちでも拘束しませんよ。非拘束式の、非拘束名簿式の比例代表制です。 裁判員制度について裁判員はいプロの裁判員と裁判プロの裁判官と裁判員の人数をお答えくださいプロの裁判官は3名裁判員は6名ああ、はい、OK ですねどんな裁判ですか刑事裁判難審ですか第一審 しかも刑事裁判の中での重大,事件です重大事件です。2010年の4月、この4月に政令指定都市になったのは相模原市、さあ、何県にあるんでしたっけ神奈川県。はい、これで結構でございます。はい、それではですね第2回目はここまでということで、ここでまた10分間、休憩でございます。